まあ、ちょっとこれちら、知ってると知らない人でもしかしたらちょっと差が出てしまうかもなっていうお題なんですけど、個人的に好きなお題なので、やりたいと思います。こちら全員でやっていきます。山さん、9番のお題でいきたいと思います。はい。こちらです。お、なんだろう。あ、いける。日本との違いについて語るお菓子の国に住んでいるひろゆき。はい、お考えください、どうぞ。なかなか、はい。コアな。最近ね、なんかひろゆきさんのね、お題が結構いろんなところで見られるんですけど。お菓子の国に住んでいるひろゆきね、なんて言うんでしょうね。はい。はい、では、スナッパイさん行きましょお菓子の国に住んでいるひろゆき。皆さんご存知ないと思うんですけど、うまい棒って関税かからないんですよ。一本単位でやってみたいな。いいですね。そうなんだと思いますね。リセット。じゃあ、きり丸さん行きましょお菓子の国に住んでいるひろゆき。なんか、あーって口の中見せながら、あ、飴ってもうなくて、っていう。いいね、かわいいですね。リセット。ああ、面白い。ああ、いいですね。はい、ハリーさん行きましょお菓子の国に住んでいるひろゆき。建てても建ててもなくなるので、建設的ではないんですよね。確かに。建設的ではない。ね、お菓子のね、家とかね、崩れちゃいますからね。食べてね。リセット。じゃあ、きり丸さん行きましょお菓子の国に住んでいるひろゆき。すぐ飲み込んじゃう人にガムは難しい。確かにね。合わないですからね。リセット。じゃあ、ニューツー君行きましょお菓子の国に住んでいるひろゆき。なんだろう、餅つくのやめてもらっていいですか？確かにお菓子じゃないかもね。いいですね。リセット。面白いですね。日本では餅ついてるかもしれませんけどってね。いいですね。きり丸さん行きましょお菓子の国に住んでいるひろゆき。それって卵黄ですよね。卵白はメレンゲにします。人の卵黄からね、卵白でメレンゲにすなっていうね。メレンゲするの大変ですよって、ね、言ってくれるんでしょうかね。リセット。はい、ではハリさん行きましょうお菓子の国に住んでいるひろゆき。お菓子の国は日本と違って景気がいいんですよね。やかましわ。やかましわ。いいですね。いいですね。さっきからハリさんがうまいこと言いますね。リセット。はい、ではパンツランカーさん行きましょうお菓子の国に住んでいるひろゆき。日本から国籍も変えたんで、これが本当のカントリーマームですね。いいですね。本当ではないですよ。はい。本当ではないです。いいですね。リセット。はい、ドクレンさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。いや、そうやってあなたのウイスキーボンボンですよね。ちょっと大人たち言ってんな。いいですね。リセット。はい、では、ハリーさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。お菓子の国って、日本よりケーキが短いんですよね。さあ、ハリーさんがハマっております。行きましょう。リセット。はい、では、きり丸さん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。なんだろう、まあ、カンデミーナって、そのグミの中でも噛み応えがあって長く楽しめるんで、賢いなって思いますよ、はい。ちゃんとお菓子のレビューしてるひろゆきや。いいですよね、カンデミーナね。リセット。じゃあ、スナパイさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。ねるねるねるねもリモートになっていくんじゃないですかね、時代的に。なるじゃん。二の子の後渡すのかな。いいですね。リセット。はい、じゃあ、ドクレンさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。
いや、日本に住み続ける人って本当にバカなんですよ。日本で転んでも怪我するだけですよ。こっち転んでも地面が甘いですから。甘いから大丈夫だ。柔らかいというか甘いから大丈夫ですね。いいですね。リセット。はい、ではガミさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。裏ではみんなスルメかじってますよ。暴かれてんな。お菓子の国の闇を。いいですね。リセット。では、じゃあ、二人会場じゃあパンチランカーさん行きましょう。はい。お菓子の国に住んでいるひろゆき。ヤンヤンスケボーが嫌いって言ってる人で面白かった人見たことないんですよね。いや、趣味思考の問題ですもんね。いいですね。リセット。あー、じゃあ行きましょう。じゃあニューツーク行きましょうか。お菓子の国に住んでいるひろゆき。はい、徳谷さん、スパチャありがとうございます。すごく太っている。確かになってそうだな。いいですね。リセット。はい、じゃあ、パープルブカイさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。ここに必要なプライドはないんですよ。甘えな。いいですね。リセット。じゃあ、ハリーさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。日本って、おかしいですよね。あ、初めてのブーが。ちゃんとしまーす。ちゃんとしまーす。いや、いいんですよ、いいんですよ。そろそろ欲しそうだなって思っちゃったんで。ごめんなさい。行きましょう。リセット。じゃあ、ドクロンさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。あ、こっちは別に本当に治安はすごくいいですよ。徴兵はありますけど。意外な。ああ、ね、守らなくちゃいけないからね、国はね。いいですね。リセット。じゃあ、キリマルさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。いや、もちろん違いはあるんですけど、ちょ今アイス食べてるんで、ちょ、後にしてもらっていいですか。いいなぁ。リセット。スナパイさん。お菓子の国に住んでいるひろゆき。あなた頭悪いんだから、小枝一気に食べるのやめた方がいいっすよ。頭悪いな、ほんで。いいですね。リセット。はい、じゃあ、パンチランカーさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。お菓子の国だと、おっさんとお客さんと株式会社ヤオキンが偉すぎるんですよね。うまい棒の会社や。謎のキャラクターをね、威張ってるでしょうね。リセット。はい、じゃあ、ガミさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。こっちではハッピーターンは合法なんで。どこも違法じゃないです。どこも違法じゃないんですよ。いいですね。じゃあ、今回答がある方はボタンを押しておいていただけると、やります。いいですね。いやあ、みんながね、お菓子の国について考えてますけども。では、行きましょうか。きり丸さん。お菓子の国に住んでいるひろゆき。いや、もちろんね、アリは出るんですけど、そのアリが出た時にどう対処するのかっていうのが、これ将来成功するかっていうのにかかってくるんですよ。アリの対処大事。勉強になるなぁ。いいですね。では続いて、ドクロネさん。お菓子の国に住んでいるひろゆき。チョコの泉というか、そちらが水の泉ですよね。当然だもん。確かに。こっちとしては当然だからね。いいですね。じゃあ次で、パンチランカーさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。あ、こっちの国だったら、田代正史さんは逮捕されてませんよ。お菓子の国だとどうなっちゃうんでしょうね。ね、そこでも逮捕されたもん終わり。さあ、行きましょう。パープルフガイさん行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。ん？あれ？沈黙が。あれ？気づいてない。もまずいない。パープルガーさん？あれ？
声が。消えた。怖い今日。今日怖い今日怖い。ホラー界かもな。すごいな。まず、普通に向かってさんいるんですかね。通話にいない。え、あら、あれ、名前は表示されてるんですか、ね、声が聞こえない。怖っ。もしこ、聞こえてるんだったら、なんかチャットを大喜利するところでもいいので、なんか入力していただければ。あ。あ、いないっぽいですね。いない。あ、あれ、なんか今、部屋からも、いなくなりますね。うん。あ、ほんとだ。ほんとだ。パープルムカデエンドで。え、スタンバイさん上げてましたよね。上げてたけど、いないところでやってもな。ですね、僕ら全員パープルムカデさんに店に来てるんで。そうだね。そんな裏設定あったんですか、今日。大喜利パープルムカデ、終了です。あ、すいません。お疲れ様でした。戻られてきた。あ、帰ってきた。すいません、なんか PC ごめんなさい、ちょっと落ちまして。あら、なあ。回答書いてる瞬間落ちちゃって、ちょっと申し訳ない。あらあらあら。あ、じゃあ、どうしましょう。え、じゃあ、あ、回答しときますか、一応。あ、じゃあ、オッケー。じゃあ、復活しました。じゃあ、パープルムカデさん、大丈夫ですか？もう回答いけますか？はい。はい、じゃあ、行きましょう。パープルムカデさん、行きましょう。お菓子の国に住んでいるひろゆき。あの、ラーメン屋三太郎のパッケージの人に似てますよね。いやこれ書いてるとき落ちたんだって思った。背景がね。ああ、面白い。ああ、面白い。じゃあ、スナッパイさん行きましょう。はい。お菓子の国に住んでいるひろゆき。はい。では、次の方いきます。キャベツサラありがとうございます。いいなぁ。あれ、ガミさんはあげてましたっけ？あげてないです。あげてないですね。じゃあ、以上となります。皆さんお疲れ様でした。いや、いいですね。今日は怖いことがいろいろ起こりましたけどもね。全部ね、お菓子の国に住むひろゆきがね、全部さらってくれました。ありがとうございます。では、皆さんの回答振り返っていきましょうか。いやー、面白かったな。全部良かったですね。ね、最近ね、そのネットとかではね、そのひろゆきお題っていう感じでも流行ってて、ひろゆきさん。ちょっと僕もね、出そうかなと思って作ったのが、お菓子の国に住んでいるひろゆきでした。相性も良かったですね、スナッパイさんの。うまい棒って、関税かからないんですよ。いや、マジでいいっすいいですね。お菓子の国ならでは。面白いですね。あと、すごい絵が想像できるが好きだった。次のきり丸さんのやつ。飴ってもうなくて、っていう、口開けてこう見せてくれた。めっちゃいいかな。子供とかやってましたよね。もう飴がなくなったやつね。めっちゃよかったですね。あとね。次はハリーさんのシリーズも良かったですね。うまいこと言う。思えば立てても立ててもなくなるので建設的はないんですよね。からずっとうまいこと言ってましたからね。そうですかね。そうですかね。定期がいい。定期が短いって感じで。どういうつもりって思いましたけど。怒ってる場所思います。いいですよ。いいですよ。本当に。いいです。なんか、新しいポジションっていうか。さあね、皆さん、ちょっとコメント欄でもね、結構ありますね。水の泉が好き。ね、どこの泉というか、そっちが水の泉ですよねっていう。この、かっこ笑い感がひろゆきですよね、この。いいですね。あ、リモートねるねるねるね。私、時代なのか、どうしてんだろうな、これは。ああ、いいですね。やっぱりその、寝る寝る寝る、もうリモートになっていくんじゃないですかね。時代的にっていう、ね。ああ、面白いな。いいですね。今回、打率高くて選べないってきます。小枝好き。小枝よかったな。どこだ。いっぱいあるな。確かに、全部面白いな。頭悪いんだから、小枝一気食べるのやめた方がいいっすよ。ひどいこと言ってる。まあでも、小枝一気食べるやつ頭悪いからな。ああ、面白い。じゃあ、ゲラーの人に、夢木さんどうでしたか？
あのパープルムカデさんのここに必要なプライドはないんですよって言った後、トキシャが甘いなっていうのがいい。いやー、いいですよね。お菓子の国にも染まってしまってますね。染まってるっていう。面白かったな。あ、ヤオさんどうでした？あ、はいはいはい。そうですね。私が一番なんか平和そうで平和じゃない感じのあのガミさんのこっちではハッピーターンは合法なんでがめちゃくちゃ好きです、ね。どこで違法なんでしょうね、ハッピーターン。まあ、ヤバめの粉扱ってるんでしょうけど。100% のやつなんか表紙にパウダーって書いてあります。ぜひね、見てみてください。正気じゃねえと思います。犬の春さんどうでしたか？そうですね。全部面白いんですけど、うん、面白い。全部面白いんですけど、ドクローネさんの、あの、こっち転んでも地面が甘いですからが、あの、甘いから怪我しないのが意味わからんすぎて好きです。そうなんですよ。これでもこっち地面甘いねって。コメントあるね、あの、ゆかペロがいいねって言ってるコメントあるね。確かにって。あと、あれですね、個人的にあの、ニューツーくんのあの、すごく太っている。これマジ正解ですね、これ。これほんと正解だと思います。いや、ほんと、面白かったですね。いや、で、ほんと全部良かったですね。素晴らしい。最後に、ムココさん。このお題の MVP を決めていただきたいと思います。はい、うわぁ、めちゃめちゃ悩むね。多いですね、今回はですね。豊作ですよ。うわぁ。何個でもいいっすよ。いいんですか？ 1 個だけでもいいっすよ。はい。あー、ありがとうございます。じゃあ、2つに絞りまして。お。はい。ニューツーさんの、なんだろう、落ち着くのやめてもらっていいですか？よかったな。ドクローネさんの、それってあなたのウイスキーボンボンですよね。いいよな。ちょっと酒入れてるのいいですよね。じゃあ、こちらの MVP は、ニューツークの、なんだろう、落ち着くのやめてもらっていいですかと、ドクローネさんの、それってあなたのウイスキーボンボンですよね。に決定です。おめでとうございます。よっ。いいですね。ニューツークの持ちつくのやめてもらっていいですからね。本当に日本との違いについてしっかり語ってますよね。いいですよね、めちゃくちゃ素晴らしい回答ばかりでしたね、はい。というわけで、本日の大喜利は以上となります。皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。まずでは最後に、はい、本日の MVP を、ます、では楽しい夢木さん、ます。はい。では、発表させていただきます。第3回、大喜利ギャザリング、本日の MVP は、きり丸さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。いやー、面白い、ね。ものすごい、何人か、ギャラ側で選出したんですけど、はい、全員名前が出たのはきり丸さんということで、じゃあ、きり丸さんでという、うん。とにかくもう平均的なポテンシャルが高かったなという。うん、本当に、うん、馬の名前とか全員、みんなハマってました。よかったです。やっぱ回答も多かったですね。多かったですね。質も高いし、うん、数も多いしというね、素晴らしかったですね。本当に講習だけですね、あと。いやー本当にそうで、そう、8月1日に抜いたんですけど、はい、8月29日に反対側も抜くんで、あら、ちょっともう8月ちょっとね、しばらく臭いんですよね。この夏ずっと臭いというわけで、忘れられない夏になりました。どんな夏だよ。またありがとうございます。はい、きり丸さんが、本日の MVP でございますね。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、すごかったですね。いや、でも本当に、今日本当に全員面白かったですね。本当に、最高の回ですね。放送のトラブルさえなければ最高の回でした。本当に、ちょっとね、今後の気をつけていきたいと思いますし、またね、2ヶ月に1回ぐらいやろうかなと思ってますね。また10月にも開催しようと思っております。この中でね、また出る方もね、いらっしゃるかもしれません。その時はぜひまたよろしくお願いします。ね、感想等のツイートも、ハッシュタグ大喜利ギャザリングで、いきますので、よろしくお願いいたします。
では、終わりましょう、第3回大喜利ギャザリング以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。